ゴルフレッスン誌アルバトロスビューの連載記事の中で特に人気があるのが3段階レベル別上達法です。この人気企画とゴルフネット TV がコラボしました。100切り、90切り、80切り、それぞれのテーマは54人のティーチングプロへのアンケートで導き出したものだから、段階的に効率よく上達することができるのです。皆さんこんにちは、田島壮志です。今回もレベル別80切りアイアンショットのレッスンをしていきたいと思います。今回はボールを曲げるメカニズムですね。頭ではなんとなく分かっていると思う人が多いと思うんですけれども、今の、現代のクラブと、2、30年前のその道具では圧倒的にこのボールが変わってきてるんですね。ボールが球離れが早いっていうのが現代の道具です。でパッティングでも言われてるんですけれども、このフェースの向きに対してものすごく、依存するボールの打ち出しがね。でボールを正しいこうコントロール、曲げ方っていうのを今回はご説明させていただこうかなと思います。それではメカニズムを説明したいと思います。これちょうど、このマット通りの向きが目標方向だと思ってください。まずちょっとスライスから説明しようと思います。スライスを打つためには体をね、ボールに対してちょっと開いていく必要が出てきますね。そうすると自分の体の向きに対してこの方向の向き、これが出てきます。2つの方向でターゲット方向、自分の向いている向きの方向、そこの間ですね。間、ターゲットに対してはちょっと左、自分の向きに対してはちょっと右っていう方向にフェースを向ける必要があります。今度は逆に右から左に曲げるボールはどうするかというと、自分のターゲットに対してまずボールを中心に回り込む、右に向くっていう動きが出ます。もうお分かりですよね。自分のフェースの向きというのはターゲットに向けるんではなくて、この自分が向いた向きとターゲットの間に向ける必要があります。ちょっと難しいですよね。自分の向きに対してはちょっと左、ターゲットに対してはちょっと右に向ける必要があります。それをしっかりと守ってくると、今右を向いてますので右から左のボールのコントロール、スライスを打ちたい人は左を向いて左から右のボールのコントロールがしっかりとできてくるようになります。今までの、30年前ぐらいのボールの時の打ち方をやってみたいと思います。ターゲット方向にフェースを合わせて体は開く、そしてそのまま自分の体の軌道を分かります？ボールがね、右に飛び出ちゃうんですよ。ビューって、これはフェース面に対してボールの出玉っていうんですか、それがどうしても決まってしまう。そこからフェースターンをスライス打つので入れない意識がある。フェースが返っていかないとそこからの曲がりになってしまうんですね。じゃあ反対にちょっとね、フックボールもやってみたいと思います。
ちょうどこうですね、ターゲットに対してまっすぐで自分の体の向き作って、そこに対して曲げていく。今のもそうなんですけど、自分の思ってるところよりもかなりこう左の方に曲がっていってしまうんですね。これはやはりフェースの向きに対してボールが打ち出しがすごく関係性が高いっていうことがまず原因だと思います。でもちろんね、そのかぶせてやってるのでローテーションはどうしても入りますし、開いて当てるから自分でローテーションを入れない意識っていうのはね、スライスもフックも、まあ、出てくると思います。なのでね、体の向きを変えて同じように振って、例えば、ね、ローテーションが入ってしまうとこれ引っかかってしまうので、できる限りねローテーションを入れない意識っていうのは働くと思いますし、反対にボールを右から左に曲げるときっていうのはフェースがこれ開いて当たったら右行きますから、必ず右に行かないように少しねローテーションを入れる動きっていうのは出ると思います。ただやはりこうインパクトのフェースの向きの自分の微妙な感覚でやるっていうのはすごく難しいと思うんですよ。なのである程度アドレスの時に、まあ、開いて当てるんだっていう意識、閉じて当てるんだっていう意識を作っておいて、その中でインパクトを作っていくという動きが一番優しいんじゃないかなと思いますね。まずは左から右に曲がるボールですね。ちょっとスライス系のボールを打ってみたいと思います。ターゲットはこのマットの方向ですね。マットの方向、そこに対してまず自分の体を左に向ける、わかりますか？左に向けて、でフェースの向きですね。フェースの向きは目標方向じゃなくて、目標方向より気持ち左ですね。自分の向きに対してはちょっと開く方の向きに向けてくる。こうすることによってボールが左から右へ曲がる体勢が作れます。ちょっと実際打ってみましょうか。うまく曲がりましたね。今自分の向いてる向きよりもちょっと右に飛び出す、そこからターゲットに対してボールが戻るような動き、こういった動きができたと思います。反対に今度はフックボールですね。右から左へのボール打ってみたいと思います。ターゲットに対して自分の体を右に向ける、こんな感じですね。でフェース面の向きはターゲットと自分の向いてるこの向きですね、向きの間、ここです。体のラインよりはややフェースが閉じた状態を作るということです。でこのまま同じように、ターゲットのやや右に飛び出してボールが右から左へ曲がってくるっていうのができると思います。なかなかねこう感覚的には難しいですけど、今の道具に関してはこのフェースの向きっていうのがとても大事になって、フェースの向きの方にやっぱりボールが飛び出すっていう優位性っていうのが、まあ、認められています。なので感覚的にねもちろんつかめるのは大事なんですけど、昔のようなそのよくある9種類のボールですか、こうターゲットに対して、まあ、カット軌道にする、右に向く左に向くでボールが実際に打ち分けられるかっていうとそうではなくて、フェースの向きがやはりターゲットに向いているとそこに対してボールが飛び出て、それよりも右に行くっていうのが、まあ、スライスでは認められますし、
ね、右に向いてターゲットにこうフェース向けたらターゲットで左にボールが飛び出してすごく曲がりすぎちゃったっていう現象にもつながりますので、そういったところをねうまく考えながらやっていただくと、まあ、もちろん基本的なその軸の回転、腕のコントロール、そして腕のローテーションなど、まあ、混ぜながら、じゃあ自分がインパクトに対してインパクトの時にフェースが体の回転に対して開いてたらどうなるのか、体の回転に対してちょっと閉じる動きをしたらどうなるのかっていうのまでこう応用が効いてくると思います。本当にね難しいと思うんですけれども、ゴルフで一番難しいのは限りなくまっすぐに打ち続けるということが一番難しいことだと思うんですね。必ず打たれたボールというのはボールに対して回転の軸っていうのができます。その回転軸っていうのを右にしておくか左にしておくかっていうことを自身でコントロールするっていうのは意外と優しいことなんです。これがねまっすぐのボールっていうのは本当に限りなく直角に近い軸になると思うんですね。回転の軸がそれを求めすぎるとちょっと苦しいゴルフになってしまったりとか、自分自身が練習に対してゴルフに対して疲れるようなことにもなりかねないと思いますので、じゃあ自分の回転軸をしっかりと、合う回転軸っていうのはね必ずありますので、それをしっかりとご自身の中で練習の中でこう掴んでもらえると個人的にはねすごくゴルフに対して前向きになるのかななんて思いますし、80を切るためにはやっぱ自分の無意識の中でのスイングをいかに作っていくかっていうことが大事になってくると思います。80をね切る人だと競技に出る方も多いと思います。で競技に出るとやはりねいろんな緊張感だったり、まあ、不安だったり、まあ、いいこともね良くないこともあると思うんですけれども、そういったものが自分でね手先の感覚だけだとうまく伝えられなかったりとかする経験はあると思います。そういったものはね自分の体の中でコントロールすることができるようになれば、そういったプレッシャーの中でも、ね、80を切る、その中にはやっぱり70を切るということもね多分出てくると思いますので、そういったことを具現化していくためには体の方でしっかりコントロールをしてボールの回転軸ですね、自分に対して自分が打ったものに対してボールの回転軸がどうなっていくかっていうのを知ってもらえるとものすごくゴルフが楽しくなると思いますので、ちょっと話長くなってしまいましたけど、実際打ってどっちが合うかっていうのをやっていただくととてもいいと思いますので、ぜひねまっすぐにこだわらずちょっと曲げながらやるっていうことも覚えてもらうといいと思いますので、頑張って取り組んでみてください。